おはようございます。はい。こんにちは。おはようございます。いらっしゃい。どこですか。ここが前たぶん。隣。はい。ここだ。あ、そういう設定？気づいたら今夜。はい。ここは3店舗目のあと10日後オープンの僕のお店です。あ、例の。はい。10日後オープンと思えへん。ちょっと気づいたら僕今。絶対今の声入ってない。オープン前の最後に追い込みかけてるみたいなので、ちょっと一回簡単なお店の説明をちょっと行きましょうかね。ね、10日後オープンなんでね。大丈夫かな、この状態で。大丈夫ですか。大丈夫じゃないですか。まあけどほんまに10日後オープンと思えないよね。僕もそう思ってるぐらい。間に合うかなって感じです。はい。じゃあ、天満プロジェクト、お店の名前、決まったんですか。はい、ザ・ハイダーウェイっていううちの会社の、アート M です。アート M の M は森下直哉の僕、うん、森下直哉の僕の M です。お店の名前も、ね、そうまあまあ、一応いろんな意味があるんで、ムーブとかそのモダンとかいろんな M を入れようかなと思っています。はい、じゃあ、感じですね。今のところね、プロジェクターがこんな感じで何個かついてるんですよね。それがこのように映されると。これマッピングはどことどこに投影されるの？壁と床と天井全部ですか？壁と床と、天井もテーブルと。壁と床とテーブルね。天井はなしね。テーブルね。天井が全部。まあ、階段もなんか緑に光ってて、バーカンですねこれ。綺麗なバーカンですね。これ一応ちゃんと光るんじゃないよか。あ、そうなん。一応ここの隙間が全部光るように作った。あ、そうなんや。裏地にやってる。光らしちゃいだよ。おお。赤のがいい。赤のがいい。赤がいい。うん。あの、あれみたいな。マグマ。もう、動画上やったっけ。マグマみたいな。これ、高さん、お前、マグマみたいな。うん。これが光ってる感じのあれなの。あ、いえいえ。一回抜いてみて。こんな感じのちょっとね、近代的なお店になってますと。で、こっち側が全部映像投影で、これトイレか。ねえ、いいね。ここでなんか個展とかしてもかっこよさそうやね。デジタル個展みたいな。このドミノもどんなことになるかは後でのお楽しみで。やめろや。ほら高さん、これドミノなんですよ。これが後々のあれに変わるっす。高ちゃん、うん、これはもう聞いてるから何て言っていいか分からへんけど、ここで高さん、お茶しか出さないんで、ここは。うん、日中はね、夜はバーなんですけど、お昼はもうお茶だけなんで、お茶飲みながらドミノをしてもらうっていうお店です。日本で初めてドミノカフェ。ドミノカフェ俺の嫌いだったって楽しそうだ。ドミノカフェちゃうやん。編集に困んねん。編集に困んねん。俺、うん、私自体嘘をつかれると。そうですね、テロップ入れておかないと。こんにちは。あ、こんにちは。ようこそ、我が店。素敵な場所ですね。ありがとうございます。突然来たから驚いて。いやいや、もう急にここにいたんで。今日は何ちょっと撮りたいと。そうね、この天満にね、いい店ができるって聞いたんでね。うんうん。テレビの方とか何かメディアの方、ね、テレビガイドです。ああ、よろしくね。あ、いい感じにちょっと撮っといてよ。全然結構いい感じの店になると思うから、うん、結構いい感じに撮っといてよ。
結構いい感じに撮っとくけど、ちょっといいですか？コンセプトですか？はい、ごめんなさい、進行します。はい、じゃあ、ザ・ハイダーウェイアート M でしたっけ？はい、ザ・ハイダーウェイアート M、うん、で、12月の17日、18日でレセプション、はい、の、ね、18時から23時を予定して、うん、一応 2days で予定してます。レセプションって何かっていうと、まあ、身内の、まあ、知ってる人だけ用のお披露目会ですね、オープン前の、うん、ですね。まあ、今が今日は12月、8日 8なんですよ。もう約1週間後9日しかないやん、ね、9日しかないんですけど、見てる限りではオープン10日前の店とは思えないぐらいの悲惨さなんですけども、そこはどうでしょう？まあまあ余裕でしょう、ね、なんとか、まあなんとかなってきてますからね。何も手つける前 の一番廃墟の状態は俺は見てるんですけど、まあ、それでもだいぶ変わったかなっていう感じやね。あえて廃墟感を残してるってことやもんね。はい、コンセプトは一応廃墟カフェなんで、うんうん、で、うん、映像をいっぱい、壁とか床とか天井、うん、何なの、ね、そも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 聞かせてよ。確かに、だからここはデジタルサイネージっていう、そのちょっと新しいカフェにしたくて、や誰もしたことないカフェなので、壁と、簡単に言ったら壁と床とテーブルにプロジェクターで全部映像を出します、うん、っていうお店です。そこでお茶をしまくるぞっていう。じゃあ店内照明は全部プロジェクターとか LED とかの光で、 LED もないか、まあ、基本プロジェクターのみなので、なので照明がないっていう歌い方はしてます。と今作ってるネオン看板の光だけとか、うん、ぐらいかな。で、1階がマッピングカフェ、1階、2階がもうマッピングカフェ、3階ってあったっけ、3階、2、3階がちょっとまだ入居者募集って感じ。ああ、テナントがし、ビル1棟なんですけど、で、屋上が、まあ、その知ってる人が使う共有スペース。ああ、なるほどね。なので、まあ、簡単に言うと17日と18日、この YouTube 見てる人は遊びに来てもいいよっていう動画です、これは。ということやね。じゃあ、ぜひ17、18日は、天満にあります、ザ・ハイダーウェイアート M に、いいよ、それで。ぜひ、ご来場ください。で、詳細高さ乗っけておいてください、この17、18の。一応、この前、俺はレセプションの、まあ、アートワークというか、まあ、フライヤーは作らせてもうたんで、まあ、それでもちょっとここに貼らせてもらうんで、まあ、ちょっとそれを見て、住所も書いておきますんで、で、うんうん、17、18は僕らも、ね、当然いますんで、僕はちょっと分かんないです。おいおいおい、声張ってますね、今日。おい、17、18、確かに来ていただければずっといるんで、うん、お声掛けいただければと。YouTube 見たよって言って来てくれたらちょっと嬉しいな、うん、なんか YouTube 流してもいいんじゃねえか説があるんですけど、嫌だ、そこはちょっとダメよ、金玉の映像で、いやちょっとやめて、ちょっとここはちょっと俺気合入ってんだから、次ハイダーウェイアート K、 あアート金玉、アート金玉ね、まあ、後々は金玉絵でもいいけど、ちょっと最初ちょっとカッコつけさせていただけます、いろんなアートにアートフィルターをかけた金玉がいっぱい、ちょっと最初はちょっとカッコつけたり、でもさ、こういういろんな写真家とかそのクリエイターにさ、こう箱を貸してさ、もちろんもちろん持ち寄せるっていうのも、やっぱり俺は若い子らを その活動の場を提供するっていう意味ではすごいいいんじゃない、これは若いクリエイターとかに場を貸して映像を出してだから、後々ここは個展として貸すんで、貸したりとか、うん、そういうクリエイティブな人がここで自分の映像とか、まあ、例えば結婚式の二次会とか、まあ、自分の好きな写真を投影できるようにするんで、なんかいろんな使い方ができると思うので、こう一回高さで今後オープンしてから試すんで、それもちょっとお楽しみにしていただければ。固定やってよ、一発目の。まあいいです。じゃあ決まりました。じゃあ高さの固定、金玉固定が決まったんで、また遊びに来てください。一応その、まあ、どんな感じになるかっていうのを一回僕で試してみる、見ますんで、その時またおいおい、そういうのも YouTube でアップしていければなと思います。長くなりましたけど、ね、とりあえず17日と18日は梅田ら辺ですか、分かんないんですけど、僕は場所がね、梅田ではなくって、要は天禄ですね。
あ、そうですね。けど大阪だけじゃない人もいるから、まあ、梅田から近いよっていう、大阪の梅田から近いよ。梅田からだいたい車で10分ぐらいとか、あの場所にあります。確かに新大阪からだいたい新大阪、はい、電車もあるんですか、この辺は。電車は最寄りよ、最寄りが天神橋っていう、天神橋っていう有名なね、天神橋っていう天神橋筋6丁目が近い、東京メトロ、東京メトロちゃう、大阪メトロ天神橋筋6丁目からおそらく徒歩7、8分ぐらいです、うん、なるほど、はい。来てほしいな、 YouTube 見て ね、どうせやったらね、あの YouTube 見てきましたとかって言ってもらえたら、なんか直哉がしてくれると思う。うん、特に別にそんな別に知り合いしかいないとかのハードルも別に高くないというか、僕のインスタのもう僕と面識ない人とかも遊びに来てると思うので、全然フラッと来てもらって、別にそのドレスコードとかもないですし、もうちょっと寄ってもピッて見て帰ってもらってもいいですし、なんかね、あのインスタとか上げてほしいなって。ハイドのお店も大阪に出したらってずっと言い続けてたんですけど、やっと大阪にできたんで俺らも行きやすくなったかなと。確かにね、思ってますね。それは結構ね、滋賀やったんでね、なかなかちょっとこう時間がないといけなかったんですけど、ここはパッといけそうですね。どんななるかな、レセプション5人ぐらいは来る予定なんですけどね、僕の中で少ない、少ない、硬いよね。僕はやっぱインスタとかもやってるんで、インスタで2人で、おとんとおかんと おじいちゃん、あ、おじいちゃん死んだわ、おばあちゃん、あ、おばあちゃんも死んだわ、どうしよう、4人や。なんか合計2デイズで4人しか呼ばれへんらしいから、ちょっとみんな来てください。はい、来たってください。ちょっと僕、ほとんどおかんしかおらんので、はい、おじいおばあ死んだんで、まあけど、おじいちゃんのおばあちゃんの写真を持ってくんで、4人集めて。マッピングで。マッピングでおじいちゃん、おじいちゃんとおばあちゃん。うん、いいと思う。なんとも言えない。喜ぶやろな、おじいちゃんとおばあちゃん。ご供養ね、ご供養。クソ息子が、クソ孫が、こんなことしてるんだって、多分天国の。ジジイババも喜ぶんじゃないでしょうか。入場料とかあるんですか。入場料というか、一応チケット制なので。いい質問だね、はい、君いい質問だね、はい、一応その自動販売機があるんで、後でちょっと高さにとってもらうんですけど、基本的に自動販売機でチケット買ってもらったらお茶ぐらい出しますよみたいな。まあ一応はい。なのでじゃあその自販機みんな、あのはい、じゃあ自販機にご案内いたします。なんかただで案内されない。500円だけ言うたらライトつけれる。言うたら500円ぐらいな。ライト、うん、言うた、真っ暗やから。言うたさん、ちょっとまだ途中なんですけど、これを今書いて言うとね、ちょっとこっからこれ入り口なんですよね。こう入り口でこう外見も見とく、うん、言うた、電気つけて。こんな感じの一棟ビルで、さっき俺らが座ってたとこがその下のシルバーの壁になってるところのフロアかな。で、ちょっと工事中のイメージで作ってるんで、うん、でここ中入っていただければ、おい。でそのさっき言ってたね、そのチケット自販機っていうのはこれ。このチケットってやつ。このミラーネオンは今日届いてさっき設置しました。こんな感じで。チケットになってて、これがタバコの自販機なんですよ。これまだ途中なんですけどね、うん、でここで、まあ、500円入れてチケット買ってもらったら、あと中でお茶出しますよって感じですね。ですかね。でここがカウンターなんですよ。なので話変わるけど、はい、というわけでございまして、なのでタカさん、あのお祝いはお花とかいらないんで、みんな500円だけ握って遊びに来てくれてる、うん、感じですね。あ、すいません、座れて。なのでそんなお店になってますので、はい、というわけで、まあ、簡単ですが施設紹介したんですけど、じゃあ最後にもう一回。はい、12月17日と18日の18時から23時やったっけ、12月17日18日、13時から、夜23時までザ・ハイダウェイアート M、レセプションパーティーですね、はい、イン大阪、イン大阪、イエーイ、イエーイ、でお待ちしてますので、はい、
YouTube 見たよっていう人は直哉に声かけてください。そしたら何かもらえるかもしれません。はいはい、用意しておきます。はい、なのでぜひぜひお待ちしております。はい、お待ちしております。気がないメンバーは当日いると思います。そうですね、僕は多分あの YouTube やったり映像撮ったりしてるかもしれないんですけど、リュウは多分どっちかやと思う。あいつもあいつ17日って言ったかな。あいつの誕生日だね。うん、そうそうそう。まあとりあえず僕らも完成楽しみにしてますんで頑張ってください。はい、頑張って作ります。ちょっとお楽しみにいただければと思います。はい、ちょっとはい、乞うご期待で。ではしがなーい、チャンネル、はい、そんな締め方やったっけ。はい、帰ろう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 、もう。